盗撮。盗撮とは、被写体、または、対象物の管理者に了解を得ずに、密かに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた、美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画を、ビデオカメラなど撮影すること。隠し撮りとも言う。更衣室、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所や、 スカート内の卑猥目的の盗撮行為が発生している。産婦人科での医療モラルに反する医師による診察中の女性器盗撮などもある。女性が協力者となり、公衆浴場などでの隠し撮りを行い逮捕される事例もある。スカート内の盗撮は階段、エスカレーターなどで発生しており、階段、エスカレーターでの盗撮は、上りでの発生が、他が、 下りエスカレーターでは下に目が行き後ろが無防備になりがちな上、靴に小型カメラを仕込んで撮る場合、つま先を少し前に出すだけで撮影できるだけでなく、被写体の位置が近くなるため、あえて下りエスカレーターで犯行に及ぶ者も,もいる。わいせつ行為以外の例では、2003年以降にゴルフ場、健康ランド、銭湯の貴重品ロッカーの暗証番号を設定する。 操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて、客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカードクレジットカードから暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、 複数のカードの暗証番号を同じにして使っている、心理をついた犯行である。2005年には銀行などの金融機関の現金自動預け払い機の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や操作パネルで入力する暗証番号を撮影、記録した上でキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも、 無線式カメラで別の場所で映像を記録していたもの。各地方自治体の迷惑防止条例により、公共の場所や公共の乗り物、一部の自治体では、公衆が通常衣服の全部もしくは一部をつけない状態でいる場所も対象において、人の通常衣服で隠されている下着または体を、写真機その他の機器を用いて撮影。一部の自治体では、 撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置や写真機その他の機器で投資する方法も対象について、正当な理由なく人を著しく周知させまたは人に不安を覚えさせる場合は、刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。ただし、大衆浴場やトイレ内といった公共施設内での盗撮の場合、より罪の重い建造物侵入罪で罰せられるのが、 関連である。2014年4月12日までの迷惑防止条例は、公衆が通常衣服の全部もしくは一部をつけない状態でいる。場所に該当しない場合は、公共の場所または公共の乗り物でしか被害目的の盗撮を取り締まることはできなったが、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して、 人の通常衣服で隠されている下着または体を写真機その他の機器を用いて撮影について公共の場所もしくは公共の乗り物だでなく公衆の目に触れるような場所も追加し4月13日に施行された一方で盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にばらつきがあり16の県において 例えば、鉄道車両内での隠し撮りは違法となっても、駅トイレだと立憲できないなどの事例が生じていくことが明らかになっている。また、迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて、高速で移動する旅客飛行機内で被害目的の盗撮する行為の場合、例として、日本航空1402便、客室乗務員スカート内等事件において、 どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。1999年に児童ポルノ禁止法が成立して以降は18歳未満の児童を被猥な対象として提供目的で盗撮する行為については性欲を興奮させまたは刺激させ衣服の全部または一部をつけない18歳未満児童の死体と定義する。 自動ポルノの製造に該当するとして、自動ポルノ禁止法違反で、刑事罰の対象となっている。2014年6月18日には、密かに自動ポルノに係る児童の主体を、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものに描写することに該当すれば、提供目的に該当しなくても18歳未満の児童を卑猥な体として盗撮する行為を、自動ポルノ製造として、 自動プロの禁止法違反で刑事罰の対象となるように法改正が行われ7月15日に施行された。また、18歳以上でも歪説な画像に抵触してインターネット上で優勝で反布する目的で盗撮記録を保管していれば歪説電磁的記録優勝反布目的保管罪で摘発されることもある。映画館において新作映画作品を盗撮することは 知的財産権の観点から、映画の盗撮の防止に関する法律違反で、刑事罰の対象となっている。法廷に提出するための証拠写真として、盗撮を使用した場合、違法収集証拠排除法則により、証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど、犯罪が発生する、相当高度の外然性が認められる場合において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段、 方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である三夜監視カメラ事件。報道機関が報道内容として後ろ姿やトルソのフレーミングで街中や海岸などでの人物映像を利用することがあり、このような場合は、 公の報道の利益を考慮した上での相当に慎重な画像利用が原相当性の法理であり、気象報道や事件報道などの際に海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティ番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し芸能人の癖などを撮影するものがあるが、 これは企画演出されたものであれ、過渡的に不法行為に及ぶものでは民事上の肖像権及びプライバシー権の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものとみられる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては、通常の取材では認められず、身分を隠しての取材と同様に慎重な運用が必要とみられる。この場合も、 公然の取材では映像等が得られず映像や音声なしでは報道目的が達成できず報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり特に非合法反社会的対象への取材の場合には例もありうるとのガイドラインを規定するメディアも存在するテレビ番組などで素人参加企画や街角ドッキリ企画などが成立しにくくなっている 事情に、肖像権の取り扱いの厳格化、適正化が影響しているとの指摘がある。有名人はもともと事故の使命や肖像が、大衆の前に公開されることを、包括的に許諾したものであって、右のような人格的利益の保護は大幅に制限、されると回収る余地がある。よって、俳優等が事故の使命や肖像の権限なき使用により、 精神的苦痛を被ったことを理由として、損害賠償を求めうるのは、その使用方法、対応、目的等から見て、彼の俳優等としての評価、名声、印象等を既存もしくは低下させるような場合、その他特段の事情が損する場合、例えば、事故の使命や肖像を商品宣伝に利用させないことを信念としているような合わせに限定されるものと言うべきである。その一方で、 俳優等の使命や肖像を商品等の宣伝に利用することにより、俳優等の社会的評価、名声、印象等がその商品の宣伝、販売促進に望ましい効果を収めうる場合があるのであって、これを俳優等の側から見れば、俳優等は自ら勝ち得た名声のゆえに、自己の使命や肖像を対価を得て、第三者に専属的利用させうる利益を有しているのである。 ここでは、使命や肖像が人格的利益とは異質の独立した経済的利益を有することになり、右利益は当然に不法行為法によって保護されるべき利益である。俳優等は、その使命や肖像の権限なき使用によって精神的苦痛を被らない場合でも、右経済的利益の侵害を理由として法的救済を受けられる場合が多いと言わなければならない。 ドキュメンタリーにおいては、軍事政権などは盗撮でしか撮影し得ないため、社会に見せる公共性を伴う映像撮影のために隠し撮りに対して一概に否定できない。何かと非難の多いザコーブのイルカ両シーン自体も、フリージャーナリストの渡井健比は、社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。また、映画監督の森達也は、 ドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない。通常の報道においても、群衆を撮影するのにいちいち説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。